さあ6選手が登場して、まずは第11レースグランプリシリーズ戦の優勝戦が始まりました。6選手はバックストレッチ側ですが、ここは動きないようです。対戦メンバーは1号艇池田浩二、2号艇深川慎二、3号艇坂口めぐる、4号艇前本康和、5号艇畑英吾、6号艇石渡哲平、以上の6選手の対戦です。スタートまでは1分を切っています。インコースは1号艇の池田浩二、シリーズオール3連単をマークして予選トップ通過。平和島は SG2 大会で優勝の実績があります。ここは人気断然。2コースには2号艇の深川慎二、深川は3年前ここ平和島でダービー王に輝きました。3コースは3号艇坂口めぐる、今年は3月のクラシックに続いての平和島 SG 輸出。そして後方には3艇が引いていきました。4コースからは4号艇前本康和、グランプリシリーズ2度目の制覇なるでしょうか。5コースには5号艇畑英吾、今回が SG 初出場、初輸出、そして初優勝まであるでしょうか。そして最アウト6コースが地元6号艇石渡哲平、地元代表としての走り、そして自身 SG 初 V へ。ここは一発決めたいところ。スタイルは3対3と分かれました。第11レース優勝戦、進入地から1番、2番、3番、4番、5番、6番でスタートしました。2コースからわずか2号艇深川、好スタートを切りました。1周1マークへ向かっていきますが、陰線から1号艇の池田がまずは1マーク先制、3号艇坂口がまくり差しを狙って、その内側からは2号艇深川、バックスレッジへ入っていきますが、内枠3人の先頭争い、びっしりと競り合って向こう上面中間点を通過。なおスタートは前提正常でした。2番、3番、1番、この3艇固まって1周2マークですが、内側から2号艇深川が先頭を取っていきます。内から迫る4号艇の前元をかわして3号艇の坂口刺していくんですが、2号艇の深川が先頭に立ちました。3艇身4艇身リードを作って2番の深川慎二がトップ、2番手は3番の坂口と1番の池田、この2艇が競り合う格好となって2周1マークを迎えます。さあ2周目1マークで内側から3号艇坂口がコーナー先手を取って、1号艇の池田が刺していくんですが、3番の坂口が前に出ました。3艇身下がって1号艇池田は3番手、上位体制は2番3番1番となりました。前3艇が完全に抜け出す格好となって、後ろは定間開いて4番、6番、5番と追走。レースは2周2マークです。2号艇の深川が先頭、3号艇の坂口が2番手、1号艇の池田が3番手。前の体勢は2番、3番、1番となってレースは最終周回に移っていきます。先頭から2番手、2番手から3番手、大きく差が開いてきました。3周大スターマーク旋回していきます。3番手後方を水が空いて、後ろは4番の前本、6番の石渡、ラストは5番の畑が追走。残り半周を切っていきます。先頭は2号艇の深川慎二、 SG 初優勝を決めた、ここ平和島のダービー以来通算2度目の SG タイトルが見えてきました。通算では99回目の優勝へ向かってラストコーナーを旋回していきます。2号艇深川が先頭、3号艇の坂口2番手、1号艇の池田が3番手、上位は2番3番1番でシリーズ戦の優勝戦はゴールを迎えます。先頭2番深川優勝ゴールイン、2着は3番坂口、3着は1番池田ゴールイン、4番前本、6番石渡、ラストは5番の畑ゴールインです。